今週のフィットネスニュースです。フリーコメンテーターののどかです。それ以外の清水です。まずはじめに、焼肉ライク毎日1食サブスク月額9800円、焼肉フィットネス始動、先行販売は即完売。焼肉ライクが月額制のサブスクリプションサービス焼肉フィットネスを始動した。月額9800円で対象セットが毎日1回まで注文可能。7月25日に開始した恵比寿本店赤坂見附店を対象とする先行発売、各店先着100人分は即完売となった。焼肉ライクでは SNS でトレーニングに適したメニューのサブスクプランに需要があるかどうかアンケートを実施、1500人からコメントを得る反響を得た。その声に基づいて今回のサービスを作ったという。体にこだわる方は食にもこだわる。でも自炊だけだと大変だし、外食ばかりだとお金もかかる。そこで毎日通っても安心の定額サブスク。対象のセットはトレーニングの目的、とにかく筋肉をつけたい、脂質をセーブしたい、糖質をセーブしたいに合わせて作った3種類から選べる。ご飯、キムチ、スープ、生卵のおかわり自由。サブスク購入者限定で肉やサイドメニューが足りない場合はワイヤース価格で追加注文できる。焼肉セットが毎日食べられるサービスの価格として1日あたり300円台は破格。次回販売を待ち望んでいる人は多そうだ。食品産業新聞社ニュースより、はい、こんな形で焼肉ライクすごいですね。すごい。私は別に筋トレしないんですけれども、私の家の近くのライクが対象だったら絶対に申し込みます。毎日1回食べるんですか？うん、でだって普通にランチ1000円でしょ、うん、それ10回やったらもう、そう、あのイメージは元取れてるよね。しかも、ま、9800円だよね。しかもなんかダイエットとか言ってる割にはご飯おかわり自由だし、生卵おかわり自由だし、あのTKG2 回ぐらい食べれる。じゃあ私、いやだから極論、溝の口ないですね。溝の口ないですか？今のところはまだわからないんですけど、ちょっと、ね、調べていただければと思うんですけども、まあ毎日一食で生活しようと思ったらいけるセットです、これ。だって、うん、ご飯と生卵おかわり自由だったら、うん、で、うん、絶対焼肉のタレあるでしょ。もある。ってことはもう TKG 醤油味と TKG 焼肉のタレ味でもう2回いけるし、3回目でもう一回お肉かけながらできるってことでしょ、うん、すごい。最高やん。 1日食費が300円台で済むっていうと超いい。私が入会したいです。はい、という形ですのでね。なんかこの買えるんですかね、どこで買えるんですかね、ちょっとかなり気になるところですので、まあ、自分も買えるチャンスあったら買ってみたいと思います。以上、今週のフィットネスニュースでした。